チャオ、まひろです。いつも動画を見てくれてる皆様ありがとうございます。今年は YouTube を始めた年ということで、みんなにこうして出会えることができました。始めた日が6月20日ということで、その日が一粒万倍日と転写日が重なる日だったんですよ。まだ1年で本当数回しかない、今年は2回だけかな、縁起がいいと言われる日に YouTube の方を開設して動画を投稿しました。気の持ちようなんですけどね。まあどうせだったらそこでやろうと思って、結構前から計画していました。そこから約半年が経ったんですけど、毎日投稿が一つの目標だったんですけど、無事に今年は毎日投稿できてて、私の動画はあまりカットせず、ゲームをそのまま楽しんでもらいたいと思っているので長くなりがちですが、それでも動画を見てくれる人がいるからこうやって毎日投稿頑張れています。本当に励みになってます。来年の目標としては、毎日投稿はしていきたいなと思っています。それと一つ計画していることがあるので、それを実現できればいいかなっていうふうに考えています。はい、ということで今年の振り返りと来年の目標みたいな感じでした。来年もぜひよろしくお願いします。では皆様良いお年を。バイバーイ。